伊集院光る深夜のバカジラ。今週気づいたこと。今日もお昼ぐらいにスポーツジムに行ってきたんですけど、お昼ぐらいのスポーツジムは結構おじいちゃんとか多いんですね。おじいちゃんって、ジムのロッカールームとかを戦闘気分で歩いてくるから、ほぼすっぱだかで、シャワー浴びて体拭いてロッカールーム来るまでの長い廊下をほぼでない、完全にすっぱだかで歩いてくるので、で一人ね小柄なじいさんなんだけど、ものすごい玉金の大きい人いた。ニックネーム崖の上のポニョっていうニックネーム、ポニョ実写版のやついたよと思うようなのいて、ほんとの虫になるでしょ、この通り途中が発射できない。